こっちから行った方が早いか。あ、なに、僕が見た裂け目、これどれ。ウィッシュトンチュア、ゼルダで人生に彩りをイカ坊主です。ということで、本日もゼルダの伝説知恵の借り物のバグ検証をやっていくんですけれども、リンク状態で無の世界は攻略できるのか。マップストレージを利用したリトライザ表移植バグで主人公をリンクに変更したのですが、今回はそのリンクモードで無の世界や神殿をクリアできるのかどうか検証してみます。それでは早速本編行ってみよう。相変わらず脳内に語りかけてくる鳥。さあ、神殿に入っていきます。イン来ました。ここゼルダが閉じ込められてた場所。そうなんや、知らんかった。ムーが話しかけてきてますが、南の遺跡2回目、まあ、一応ちゃんとシルベも解放しておきましょう。初見プレイやってるみたいやな。ここここここ、まず調べれる。あー、調べれんわ。マジか、ここで積むか。あかんか、ワンチャンボム中にボタン押す判定ないかな。あー、シンクなかったらきついわ。調べるがないわ。終わった頑張れ。ボム中に一縷の望みをかける。ムズラやってるみたい。あ、でもなんかいけそうやな。ボムチューボーリングやな、これ。まさに。いやー、でも、ボタン押す判定なんかあるわけないよな。こっちから行った方が早いか。あ、マジかマジかマジか。そんなことある。マジか、奇跡起きた。進んだ。でも、ここが無理やねんな。さすがに。うわ、びっくりした。いけるんや。あそこ行けても、ここ無理やんね。ここの岩調べれるようになってるとかないかな。ないかー。いや、ここで積むんよなー。ここはマジどうしようもないよね。ボム中でスイッチ押せるんや。知らんかった。知らんかったっていうか、知る由もないな、あんなこと。いや、この岩なんとか。実はなんか、リンクの攻撃で壊せるとかないかな。ボム中の爆弾で爆ができるとか。いや、無理よなー。さあ、ここで終わりか、俺の冒険は。だから、ここが進まんから、もうイベントは進まんかな。まあ、それか、それ以外の場所で無理やりフラグをやるかよな。だから、幸いなことに、どこでも行けるわけやから、ちょっとこの状態で、ジャブール水域とか行ってみるか。それでなんかワンチャン進むかもしれんしな。別のフラグを立ててさ、それで無理やりクリアしたことにするとか。あ、馬乗れるか確かめてほしい。確かに、馬ちょっと試してみるか。近いから。牧場行って、馬乗れるかどうか試してみよう。それもあり。その辺のフラグが、まあ、フラグない可能性高いけどな。ちょっと待って、結構いろんなことできるよね。ちょっと待ってよ。とりあえず、ダンジョン的には南の遺跡で止まってて、で、南の遺跡はシンクがないから行けんくて、で、国王だけなぜか、プロローグで止まってて、だから世界的には多分プロローグで止まっとんやけど、国王だけなぜか終盤になってて、どういうことなんやろ。どういう状態今。さて、馬さんはどうなってんやろ。馬の騎乗モーションはあるんかな。馬一頭戻ってけえへん。フラグは立ってるな。帰らない馬。ちょっと馬乗れるかどうか。リンクの騎乗モーション。まあでも、剣士モードになって馬乗れるから、あ、でもこれここから帰られへんくね。乗れるは乗れるんじゃない。あ、乗れるわ。乗れるけど、あ、でもちゃんと声あるんや。あ、すげえ、ちゃんとリンクの声なんや。この馬乗ってるのも。すごいね。え、これすごくない？何の声なんやろ。剣、この声とはまたちゃうくない？え、これ馬用のボイスでは。あ、いや、爆弾投げるときの声か。あー、爆弾投げる声やわ。てゃーわ。あ、この声か。なるほどね。弓矢の声か。てゃー。爆弾置いて。いけるかな？無理やろ。無理やろ。一個だけやったらいけるか。いや、いや、無理やな。え、てか俺帰れんくね、ここ。今持ってるけど。帰れるこれ。ちょっと帰れんくないこれ。今おったけど、こっから。ちょっと帰れんやないかい。おーい。そしたらちょっとジャブール水域行ってみよう。で、フラグがどうなってるか。で、それプラス、リンク VS ライネルやって終わりにしようか、今日は。ジャブール水域行って、物語が進むかどうか。だからこれ本来は、裂け目の外側に出られへんはずやのに、裂け目の外側におる状態なんやな、今。変な状態ではあるんすよね。こっちか。検証したいことが多い。いや、マジで多い。だってこれもう完全に壊れてるからね。壊れてるポイントが何個かって、まあ、リンクであるというのもそうなんやけど、プロローグの状態で外に出れてるということと、南の遺跡のフラグが立ってる状態で外に出れてるっていう、この二つ壊れてるよね。さあ、ジャブール水域に来ましたが、リンクって岩押せるんかな？あ、押せるわ。どうなってるんですか？これ、このまま実況できるな。リンクモードで実況、2周目の実況できるよな。困ったな。これ、イベント、あ！
あ、イベントちゃんと動きそう。ジャブジャブさん暴れるなんて。ちゃんとフラグ立ってそうやな。ちょっと待てよ。これ普通に発注できそうやな。進みそうやね。これ、借り物でつまんかったら、いけるんじゃないか。どこまでも。ただこれ、ちょっとよ。一回、川ゾーラのとこ行かんといけんねんけど、いけるこれ。リンクで。頑張ったらいけそうやけど。この木には乗られへん。ちょっと待てよ。川ゾーラのとこにまず行けるのかって話は。こっちから行ける。いや、ちょっと待って、これ乗られへんな。ちょっと待てよ。ここの木乗れんか。そう。爆弾、あ、爆弾乗れるか。爆弾でいけるか。爆弾むずいんよな。あ、ダメや。爆弾乗られへんわ。あ、爆弾乗れんわ。わーってなる。わーってなって動かれへんの。なんとか登るそうやけどな。あ、こっからいけるわ。こっからこういって。ここ乗れる？ここ無理かな。ここ無理か。ここあかんか。くそ。待てよ。ほ。あ、あ。ほ。よし。ここいける。あ、ここあかん。くそ。頑張れ。くそ。登られへん。バックボンバーマンみたいなさ。いや、あかんな。こっちから行かれへんかな。ほ。頑張れ、泳げ。よし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 。天才。よし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 。オッケーオッケー。これで、川ゾーラでしょ？これでもいけるかこっから。あ、いけるかいけるか。オッケーオッケーオッケー。川ゾーラ来れた。シルベ登録したいな、ちょっと。この上か。ちょ、おもろいな。普通に縛りとしておもろいな。よし。イェーイ。あれやな、ボスの家に行かんといけんねんな。ボスの家は確か上だよね。これ進むのが。あ、進まへん。これ何したら進むやったっけ？あれこれフラグ何やったっけ？あれか、一回、ジャブジャブ様のとこ行かんといけんのか。で、瓦礫がありますよっていうの見なあかんのか。これちょっと普通に気になるな。確かジャブジャブ様の祠を見んといけんのよな。交流の間、この上か、ここか。ここね。何？僕が見た裂け目、これどれ？はいはいはい。裂け目が本来はあると。だからそうか、裂け目がない世界になってるから、ややこしいけど。これが、瓦礫でダメですよーって、あれ？あれ？あれおらへん。あれなんか人がおってさ、フラグあるよな。これ俺がミスってんのか、バグっておかしくなってんのか、確かここになんか人がおって、で、演奏せんといけんよ、みたいな感じやったよな。一応冒険手帳。あ、もう、発注されてないんか、まだ。積んでる。いや、絶妙に進めんようになっとるな。あ、すげえ。リンクの燃えるモーション。これレアじゃない？てか燃えたらさ、消せんないけど。ち。ち。これってさ、ラストダンジョンで聞けるんかな？この燃えるのって。一応海ゾーラに舞いに行くか。燃えてるのレアよね。スピンできんから遅い。ああ、一応、ちゃんと酸素もあるんや。空車ー、空車ー、空車おるかい。空車。ジャブジャブ様が暴れてる。スミカの裂け目。やっぱスミカに誘導してるけど、スミカでイベントが発生せんから積んでますね、これ。ジャブル水器。いや、多分全部そんな感じなんやろな。どっかで絶妙に積むようになっとんやろな。一応ゲルドン見たいけどね。いや、でもおもろいな。リンクの世界。まあまあ、でもちょっとね、もうちょっと冒険していきましょう。ライネル、戦いに行くか。ということで、イニシエの森まで、とりあえず行ってみよう。さあ、ライネルはね、イニシエの森に足跡を辿ることで出てくるんですけれども、そもそも足跡があるのかっちゅう話よね。いや、ライネルと戦いたいな。ちょっとそれで一旦締めたいな、この検証。いや、これ裂け目、裂け目じゃないとからね、この無が出てくるっていうね。キョムキョムプリンが出てくるっていうね。これ押されへんよな、リンクシンク使えんから。さあ、裂け目がなくて非常に平和な世界なんですが、フラグがね、いろいろ入り混じってて、バグりにバグってます。この状態でライネルは出るのか。まあ、一応シルベア解放しておこう。さあ、ということで、そもそもイニシエの森ってこの時点で入れるんか？どうなんやろ？さすがに入れはするか。入れるわ。この中で足跡を探して辿っていくと隠し狩り物ライネルに会えるんだが、足跡あるやんけ。足跡あるやん。これ戦えるんじゃないの？ちゃんと。いけそうやね。だこっちね。はい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 。足跡、あれ見失った。ちょっと待って、足跡。これどっちや？こっちか？こっちかな？てか、シルベこんな近くに2個あるんや。知らんかった。あれ足跡？ん？ちょっと待ってよ。足跡。ん？バウンジロ倒しておいて。あれちょっと待って。こうでしょ？これどっち？この方向に進んだらいいはずよね。逆、こっちとかないよな。こっちに進んでいくと？あれ足跡なくね？あれかな？教会の人に話聞いてないと、出んのかな？足跡でもあるのもあるんやけどね。次の足跡がないんよな。ちょっと一旦教会話聞きに行くか。そもそも、教会の人話してくれるかな、ちゃんと。教会の人話聞いてくれるんかな。ロベリー完全にリンクのこと無視やったけど。さあ、本来やったらね、ここ裂け目に飲み込まれてて、ないんですけど、この教会。フラグがどうなってるか。
ああ、牧師がおらへん。ああ、神父おらんけど。ちょっと、家族が健康で過ごせますように。世界が平和になりますように。あと、今日の夕飯に好物が出ますように。にゃーん。神父がおらん。ライネル出せないよ。ピエーン。神父がおらんとライネル出せって。おい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 。くそ。なんてこった。神父が不在でも。まあ、でも神父不在でも回る教会やったらそれでええか。あ、そんななるんや。神父。にゃーん。かわいい。なで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 。なで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 。なで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 。あ、なで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 。くそ。シップがおらっとライデル出へん。くぅ、くぅ。いやでもここはちょっと、頑張って、頑張ろう。ここで諦めてちゃ、イカ坊主じゃねえ。ここで諦めてちゃ、イカ坊主じゃねえし、男じゃねえ。シップがおらんでも、頑張って出す。まあ、試してみてわからへんからな。やっていきましょう。まあ、試すことに価値があるからな。せっかくの速覚なんでね。最初の足跡。これ最初の足跡すらも消えてない。大丈夫？大丈夫ですか？あれなんか最初の足跡すら消えてない。あ、あったあったあった。あ、待って。これさ、足跡の位置変わってるよね。あ、変わってないわ。ここやったわ。最初からここやったわ。ちゃんと足跡辿った判定になってないんよな、多分。うん、多分ここにね、足跡が出てきてたはずなんよ、本来。多分こういう風に行って、で、こういう風に行って、こうやった気がするんですよね。こう行って、こうやった気がするんですよね。これで出てきてないから。やがんか。多分これ、リンクでフラグがおかしくなってるわ。ちょ、一応俺のライネルの動画見ながら辿ってみるか。一応、ステルスで。これこうか。これで出てきとったら、神。さすがにダメか。さすがにダメよな。まあでもまあ、フラグバグってるからしょうがないわ。ということで、まあちょっと今日はここでしようか。もう3時間4時間やってるんで。もうちょっとこの、リンクの世界遊べると思うんで。まあ明日ももうちょい検証してもいいかな。ということで、終わりましょう。